はラフレシアリサーチの猫社長です。どうもちゃんです。デモジさん、はい、何やってるんですか？今日はカブトですね。サボテンのカブトの、植え付けをねしているんですよ。植え付け楽しいんですよ。すごい、このカブトってまさか。そう、飼ってカブトの尾を締めようのカブトですね。タイの、はい、はい、タイなんですかこれ。タイランド。そう、タイのスーパーカブトじゃないんですか、そうなんですね、これ。そう言われてみると、飼ってカブトの尾を締めるのカブトとはちょっと確か違いますね。これカブトでサボテンじゃないですかこれ。ここはついてないっすよこれ。まあね、そんなわけで今カブトのタイからね、猫社長が仕入れてきた、カブト、飼ってカブトのカブトですね、を今植え付けをやっていると、まあ、社長に言われて今作業していると。これはアストロフィズム。あ、そうなんですね。アステリアス。アステリアスですね。今日テリアスじゃなくてアステリアスですね。アステリアスですね。ああ、昨日テリアスでもない。ちょうどいいですね。今3号鉢、3号ランバチ。ちょっとね、結構人間がね、大きいのもあったりちっちゃいのもあったりね、ここが張ってきた。この模様が可愛いですね。そうなんですよ。これね、有生類って呼ばれるんですよね。アストロフィズム属有生類。この点がね、一つ一つが星だと、星があるよと、有生類と。星みたいに見えるって。そう、さらにそうなんですよ。これサボテンを宇宙に見かけて、そこに星がたくさんの白い星があると。その中にさらにですね、これはですね、まあスーパーカブトとかね、ゼブラカブトとかって言われてるタイプで、この模様にあの V の字があるんですよね。すごい、これは珍しいタイプですよ。本当に V 字型になってますね。アロータイプっていうんですか。アロータイプ、ゼブラタイプとかですね。まあ、V タイプって言われてることもあるんですよね。なるほど。まあ、見た目の通りですね。あの矢印。赤玉土の、硬質赤玉土の彩油っていう、まあ、高いやつですね。これがなかなか売ってないんですよ。で、盆栽を扱ってるようなお店に行ってですね。はい、まあ、仕入れてきて、今、使ってみていると。まさに今使ってみたと。なるほど。用土は普通の用土ですか？用土ですか？用土はまあここはね秘伝なので教えるわけにはいかないんですよ。じゃあ後でちょっと、さっきやってたので覗いてみます。ダメですよそれは。あと。まあそんなわけでね、はい、次々に植えていくと。たくさんありますね。20株ぐらいですね。ね、社長本当に好きですね、サボテンがね。最近あんまり出かけてないんで、ちょっとサボテンをね、楽しんだりして。あ、そうなんですね、はい、サボテンが好きだろ。ジェムおじさん、免疫力を高めるために何かやってるって本当ですか？免疫力、そうなんですよ。なんかこの間言ってたじゃないですか。あ、そうなんですよ。最近やっぱりほらね、例のやつのおかげで皆さんね、体調不良とかね、熱が出たりとか、いろんなちょっと危機感あってると思うんで、私もそれに個人として備えるためにね、免疫力を高めようかなと。まあいろいろやり方あると思うんですけど、私の場合やっぱり食生活が基本かなと思ってまして、免疫力高める食事について、ね、まあせっかくなんで、まあこれ本当に秘密なんですけど、知りたいですか？聞きたいですね。肉です。肉、お肉、はい、肉を食べて元気になると体力つけるというところで、まあ朝ごはんはちなみにステーキですね。ステーキ、毎日ステーキですね。朝からステーキで、まあ、ランチは、まあ、一番こうパワーをつけたいのでバーベキューですね。バーベキュー、バーベキュー、バーベキューですね。へー、はい、で夜はまあね休むだけなんで、あんまりこう重いのはいけないなと思いつつ、まあ焼肉ですね、毎日。夜は焼肉。なんでそんな肉ばっかり食べてるんですか？やっぱり肉がね、やっぱり元気つくじゃないですか。そういう、まあイメージだけかもしれませんが、まあ、せめてね、本当にそういう肉を食べて元気になるということで、はい、その、まあ、ポリシーを貫いてると。で、ちなみに夜軽くしちゃうと、やっぱりお腹減るんで、まあ、夜食としてホットドッグ食べてますね、毎日。それも肉で？あ、そうですね、それももちろん肉。で、まあ一応これで大体、
座ってちょっと見てもらっていいですか。はい、まあ、こんな感じでね、まあ、全体的に結構回ってきたので、あとはちょっと、まあ、あの社長に任せてですね、私これからちょっとおやつを食べに行きたいなと。で、まあ、夕飯はまあ軽く焼肉にしようかなと。まあ、でも今日はちょっとね、あの焼肉が続いたんで、今日はトロコギにします。トロコギということにしたいと思います。私の免疫、ね、私だけの秘密と。ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございます。管理の方法、管理の方法、この後にお水は、そこはね、社長あげなくていいんですね。よろしくお願いします。私もうチーズバーガー食べに行くんで、あのこれじゃちょっとお話しすることができないと思います。あとはよろしくお願い申し上げます。失礼いたします。じゃあジェモンさん、ちょっと帰りたいみたいなので、はい、よし、チーズバーガー食べに行ってみるぞー。